ナマステ。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。ナマステ。こちらに。あ、失礼します。今日同期郎役ということで、はい、秀吉は演じ尽くされてると思うのでそんなまだ尽くしてはいないと思います、はい、まだまだ足りない、まあ、ご解釈あれですけど、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。わかりました。はい、今から撮っていきますのでよろしくお願いいたします。じゃあ結構声を張り上げる感じですね。そうですね、戦闘シーン多いので貧血を起こさないように頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、行こう。どんな仕事も呼ばれれば入っていくので、あまりどのように思ったというのはないっていうか、あ、わかりましたっていう感じだったですけどね。秀吉をまたやるというのは驚きましたね。その話は驚きました。で、難しいってことはないですね。基本的には集中力だと思うし、あとはわーわーギャーギャーも言わなきゃいけないし、あの戦いのシーンとかうわーとか言わなきゃいけないから、そういう時にあ、首がとかね、あ、ありますね。何度かありますけど、どの作品だったかっていうのは覚えてないですが、それをやりました。あ、全然違和感はないですね。やれって言われれば何でもやってしまいますから。ただ崖っぷちから落っこちろって言われたら嫌ですけどね。待ってたぞ。あの文読んでくれたんだ。俺は藤吉郎、お前の名は。いや、僕はあの NHK の大河ドラマで僕をキャスティングしてくださったプロデューサーの西村良樹さんっていう方がいらっしゃるんですけど、西村さんが君は秀吉だって僕を指名してくださって秀吉になったので、もう西村さんがいない限り僕は存在してないって感じですね。僕の秀吉はね。美濃より落ち延びてまいりました、商人の藤吉郎と申します。俺が、俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。あの明智光秀までやってますからね。石田三成もやってるんですよ。意外でしょ。加藤清正もやってますし、なんと信長もやってるんですよ。信長2回も。やっぱりでも戦国時代は楽しいですね。ある種の緊張感と武将との会話っていうのは演じていて一番楽しいですよ。やっぱりその緊張感、藤吉郎の吉、ぐっと、こう、義秀殿、頭下げる時間でさえドラマチックっていうか、はぁっていうだけでね。だから自分の中に区分けはないですね。シリアスもコメディもね、同じものっていうか、その時間に集中できる時間を自分で作るだけじゃなく、みんなが作っていく時間っていうか、もう変わらないですね。二王通を楽しみにしている皆さん、とんでもない作品に仕上がってるぞ。あなたはゲームマシンをいじりながらずっとモニターを見続けて叫びっぱなしだ。さあ行くぞ。貧血だとかならないように、とんでもないゲームです、仁王2、覚悟してプレイいたせ。